日東山温泉の看板地理院地図 Google マップ日、東山温泉日、東山温泉は日本の温泉群。鹿児島県霧島市の国部平野北西部から中部にかけて散在する温泉群の総称で、早戸温泉とも呼ばれる。競技では、早戸町東郷から早戸町内にかけてのアモリ川と国道223号に挟まれた。 南北約500メートルの区域にある温泉街を指すが、講義では、姫城温泉、国部温泉などの温泉群を含めることもある。鹿児島県内最古の井出湯で、西郷隆盛が頻繁に訪れた温泉として知られる。木房温泉1825年に発見された、湯出温度摂氏42度の炭酸水素塩泉。西郷隆盛が使ったと言われている。 東郷温泉1885年、鶴丸八米によって発見された、有質温度摂四44度の単純泉。朱樹ンとは、江戸時代初期に日東山の地頭を務めた徳田代表へのことであり、地元住民の間に様々な逸話が伝えられている。古くから鹿児島の奥座敷として栄えた温泉で、昔ながらの共同浴場が多い、温泉街の南西部に、 ヒルコ伝説にちなむヒルジ神社と西郷隆盛が宿泊していた宿を復元した西郷殿の宿がある。歴史は非常に古く、神代にまで遡る。伝説によると、イザナギとイザナミの二神が足の立たないエビス命をこの地に送り療養させたと言われる。古くから牛馬の世話や住民の足湯として利用されていたと伝えられているが、 現実的な記録としては1825年以降のものしか残っていない。温泉水位が低いため地面を掘り下げた地下に湯坪を設置していたが、1899年に古川八郎在門が水車で揚げ湯する方法を導入してから利用しやすくなり、多くの当事客を集めるようになった。1927年8月11日に発生した阿モリ川の洪水によって、 大きな被害を受けたが、翌年に復旧している。1967年10月19日、厚生省国時代420号により、早と新川渓谷温泉郷の一部として、国民保養温泉地に指定された。抗義の非東山温泉として、以下の温泉を含むことがある。温泉は住宅地内に散在しており、温泉街としてのまとまりは持っていない。 清姫温泉は森川を挟んで、日向山温泉の北西部に位置する流出温度47摂氏58度の単純泉。1293年に発見されたことを示す、石碑がある。現在利用されている、泉源は1915年に掘削されたものである。姫城温泉は森川を挟んで、日向山温泉の南西部に位置する、温泉群。 1934年に開発され、当時は清水温泉と呼ばれていた。霧島市中心街に隣接する住宅地にあり、駐車場付きの家族湯が多い。国部温泉霧島市国部地区の市街地周辺に散在する温泉群。1950年代前半から国部駅の近くに塩湯と呼ばれる湯室温度36摂氏38度の 食塩泉があり過温して利用されていたが1967年に閉鎖された。本格的な開発は1955年頃から行われ、深さ400-1000メートルの地下から組み上げられている温泉もある。温度40摂氏50度の炭酸水素塩泉、または単純泉であるが、海岸に近い場所では塩化物泉になる。ありがとうございます。